Welcome back! おかえりなさい。マレーシア在住、歩くパワースポット代表ライトワーカーともです。今日もご覧いただきまして本当にありがとうございます。感謝しています。出会いとご縁に感謝です。ありがとうございます。そしていつも応援してくださる方、高評価と登録してくださっている方、本当に本当に心から感謝しています。とっても励みになっております。ありがとうございます。では今日も鳴らしていきます。Good morning! よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。じゃあもう今日は、なんと新月です。なので皆さんの願いを、皆さん、願いをぜひ2個から10個書くといいと言われているので、今日書いてみてください。では今日は、エンジェルさんからとこちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。ぜひ最後までご覧ください。ということで今日は新月なので、なんか新月にふさわしそうなメッセージをもらいたいと思います。よろしくお願いします。いつも私のリーディングは直感とか工事からメッセージを下ろしているので、なんか本来のメッセージ意味とはちょっと違うところがありますので、ご了承お願いします。では今日は何ですか。あ、なんか見た、飛んだこれです。このカードが言っていることはバランスが大事と言っています。なんか自分の軸も大事ですけど、他人にも優しくしてねっていう風にも言っているような気がします。なので今日は人との関係ですね、バランスを大事にコミュニケーションを取りつつ、自分を犠牲にあんまりしないように過ごしてみてください。そう、なんかこうバランスが大事ってすごい、なんかもうバランスが大事ってすごい言われてるんですけど、なんかもちろん本当に自分軸も大事なんですけど、だけどなんかこう自己中になりすぎないようにしてねっていうふうにも言われてるので、その周りとのコミュニケーションとかを大事にして、こううまくねバランスをとっていくといいよって言われています。ちょっとサポートが本当に必要なので、こちらからサポートを具体的にどういうのか聞いていきたいと思います。なんか個人鑑定もやっているので、よかったら概要欄から申し込みができるので LINE から個人鑑定希望と送っていただけるとすごく嬉しいです。私も個人鑑定をして皆さんにお会いしたいですお願いします。ではサポートです。このカードが言っているのは、心をオープンにしてお話しするといいよって言っています。やっぱりこうここでねバランスを取るといいよって言われてたのが、そのあなたが心を開くことによって、なんか周りとのバランスも良くなっていくよって言われております。なんかあなたの愛を届けるのもすごくいいよって言われています。あなたが愛を発信すると、この世の法則として、なんかあなたが発信したものが返ってくるので、あなたが愛を与えたら相手からも愛が戻ってくる、あなたが心をオープンにすると相手も心をオープンするっていう、そのバランスがあるよって言われているので、ぜひ今日はバランスを保しつつ、心を開いて皆さんとコミュニケーションを取っていくといいよって言われております。なのでもし参考になりましたら高評価をお願いします。そしてまだご登録をされていない方は、ぜひ始めたばかりなので登録して応援していただけるととっても嬉しいです。では今日も皆さんにとってとってもとっても素晴らしい日になりますように、そして皆さんの願いがたくさん叶いますように。ではいってらっしゃい。バイバイ。Have a nice day.